どうも、あいちゃです。私、おとといからですね、断食を、まあ、プチ断食をしておりまして、まあ、3日やろうと思って、今日3日目なんですよね。で、ついに、食事解禁ということで、まあね、もう肉食べてえなとか、寿司食べてえなとか、いろいろ思うことはあったんですけど、やっぱサイト見るとね、胃に優しいものをと書いてありましたし、皆さんからもね、そういったリポをたくさんいただきましたので、この、おかゆを、卵がゆをね、ちょっと食べていこうと思います。で、サイトとか見ると、その、断食後の食事はですね、もうめちゃくちゃ美味しく感じると、書いてあったので、どんだけこの卵がゆが美味しく感じるんだろうっていうところを噛み締めながら、なんでね、断食しようと思ったのかっていうところを、まあ、実際してみてどうだったのかっていうのをね、まあ、サクッと話していこうと思います。にゃーできました。普通のおかゆなんですけどね、めちゃくちゃ美味しそうに見えるよ。いただきます。やばいな。なんだろう。美味しい。あのですね、びっくりするぐらいに美味しい。で、今回なんで突然断食をしたかっていうとですね、まあいろんな人におすすめされてたっていうのもあるんですが、あの皆さんももしかしたらその生きていく中で、人生の中ですごくうまくいかないことが続く瞬間ってあることもある、あることもある、ちょっとあれがね、脳が回ってないですね、あると思うんですよ。で、自分はもちろんもうちょっとで35歳になるんでね、35年生きてればいろいろあるわけで、で、最近ちょっとそれをすごく感じてたんです。何をやってもなんかうまくいかないというか、で、そういう時に今までも、なんか生活の中で一つ大きく変えるみたいなのを期間限定でやることが多いんです。そのリズムが悪いんだったら強制的にこっちでリズムを変えようみたいな。それは、まあ、起床時間とか、就寝時間とかいう、その、睡眠のサイクルを変えるっても一個の手なんですが、もともとあんまり睡眠サイクル崩れてないので、例えば、好きなものを食べなくなるとかね。だから、米を食べなくするとか、まあ、お菓子を食べなくするとかもあるかもしれないんですけど、方法としては。何かしら大きな変化を一時的に与えて、生活リズムを強制的に変える。で、生活をいい方に、好転させていくっていうのをよくやってるんですね。で、それを、まあ、最近思ってて、で、この前、ふと、その断食を思い出したんですよ。あ、いいなって、今そのタイミングじゃないかなって思ったその日に、あ、土曜日に思ったんですよね。で、土曜日に始めたっていう感じだったんです。で、結果としてもやってみて、思った以上にしんどかったです。はい。いろんな話、しんどかったよっていう人と、そうでもないよっていう話も聞いてたんで、どうなんだろうって思ったんですけど、まあ、自分の忍耐力のなさも相まってですね、しんどかったです。特に初日の夜。初日の夜ですね、お腹空きすぎて目が覚めたんですよ。その時の様子ちょっと撮ってるんで、ちょっと見てもらっていいですか。おはようございます。今は朝の4時半ですね。で、まあ、昨日から断食を始めて、やっぱね、夜ね、お腹空いた、お腹空いた、ずっとなってたんですけど、まあ、普通に寝れて、で、さっきとか、朝の2時半ぐらいに起きて、さっきダラダラジオを撮って、今編集してるとこなんですね。で、なんかね、今もお腹は空いてるし、あーって、なんかね、力が抜けるって感じは若干するんですけど、お腹が鳴らなくなったね。いや、何の変化かわからないですけど。そう、ただサイトとかを見てるとやっぱ2日目がきついよみたいなことが書いてあるんで、多分今日がピークかなとは思うんですが、日曜日頑張っていこうと思います。まあ、こんな感じで初日が終わってですね、で2日目が結構きついよっていうのを言われてたんですけど、どちらかというと自分は初日の方が辛くてですね、まあ、2日目もやっぱ夜になるとすごくお腹が空くし、誘惑にもね、やっぱり出てくるのでってあったんですが、特に、まあ子供がいるんでね、子供の食事作るじゃないですか。だから自分は食べないのに、食材を、まあ、目の当たりにしなきゃいけないっていうのもあって、ああ、これ食べれねえと思いながら作ってましたけど、まあそんなしんどさもありながら、まあ終わったと。で、実際終わってみてですね、まあ達成感はあります。正直。達成感は強いですし、あと、その体の中が激変したっていうとこまでは思ってないんですけど、
体が軽いです。まあそれは単純にね、あの胃の中のものがなく減っているのでってのもあるとは思うんですけど、体が楽です。起きたりするのも楽でしたし、あと、肌、まあ肌そんなに普段からですね、まあ化粧してるわけじゃないので、肌、化粧のノリがとかはわからないんですけど、肌の調子はかなりいいと思います。なので、しんどかったですけど、なんかやってよかったのかなと。一つ、まあ、リズムを変えるっていうのも、まあそれはね、これからだと思います。今日からの自分次第だと思うんですけど、何か、こう、自分の中でやり遂げた感と、スイッチが変わった感じですかね。まあ一個なんか体がリセットされた感じもあるんですけど、よしみたいな。よしやるぞみたいな感じはすごく感じているので、まあ定期的に、まあ1ヶ月か2ヶ月かわからないですけど、定期的にこの3日間のプチ断食はまたやろうかなとは思っております。学生が多いんでね、視聴者の方、学生にはあまりやってほしくないんですけど、なんか学生のうちはやらない方がいいみたいな、サイトにも書いてあったので、まあ真似はね、無理しない範囲でやってもらえたらなと思うんですが、まあルールとしては、なんだろう、こうやって決まってないんですよね。ただ、水分は絶対取るっていう。で、固形物も完全に抜くのか、ちょっとは取るのかっていうのもいろいろ人によってやり方違うと思うので、まあ、その人その人に合ったやり方でやったらいいのかなと思います。まあ自分は固形物完全に抜いてですね、やりましたけど、ただ、一回だけですね、あまりにも気持ち悪くなったんで、ちょっとだけ、少しだけね、なんかちっちゃいやつを食べたりしましたけど、まあそんな感じで、ゆるいプチ断食だったんですが、まあやってよかったかなと思います。ひとまずはですね、これがめちゃくちゃ美味しい。おかげで俺こんな感動したことないですね、多分。はい、ってぐらいだったので、まあもしね、皆さんも機会があればというか、何かね、思うところがあれば、まあ3日じゃなくてもね、1日だけでもいいと思います。丸1日抜くのも結構しんどかったんで、はい、でもいいかも思うので、まあよかったら、よかったらというか、なんかやってみようかなと思ったらぜひね、やってもらえたらと思います。ということで、以上、プチ断食やった結果でございました。じゃあ、こっからのリズムはですね、自分次第だと思いますので、舌が回らないんだ。自分次第だと思いますので、ね、まあ、頑張っていきましょう。ということで、以上でした。以上でした。ひどい。じゃあね、バイバイ。